はい、どうも皆さんこんにちは。ポポンデッタのね、秋葉原のイベントから、ちょっと急いで帰ってきたんですけど、ちょっと友達にね、一応、まあ、一緒に撮影する、とか編集するそこじゃね、まあ一応、合鍵預けたんですけど、ちょっと編集頼みたかったんでね、ちょっと、編集しといて、つったら、とうとう、クソクローゼットが荷崩れ起こしました。昨日画像出したね、あのクローゼット。ちょっと画像なくて申し訳ないですけどね。あのクローゼットがとうとう荷崩れを起こしまして、多分俺がね、午前中に出した動画で、ぬいぐるみね、無理やり抜き取ったから、多分それでガッチャガッシャンつってね、フィギュア、ラジコン、とうとうぬいぐるみとね、もう結構ワンサがね、流れ込んできてしまったんで、ちょっと火曜日にね、模型の紹介多分2本ぐらい上げる予定なんですけど、こっから3、まあ、今日、とりあえずね、今日土曜日の16日、今14時か、14時ちょっと前か。ってことは競馬まであと1時間ちょっとかしかないんで、16、17、18 と、ちょっとポチのイベントの後は、申し訳ございませんがね、ゲーセンの、プレゼント企画になってしまいます。申し訳ございません。と言いまして、もうね、めんどくさいんで、ちゃっちゃとね、じゃんじゃん順々に紹介していきたいと思いますんでね、ちょっとね、もう、ガッサガサ音うるさいですけど、ね、申し訳ございません。鼻が、皆さん知ってるかですけど、わかんないですけど、ヒロシですっていう人、まあ、一時期ブレイクした芸能人が、今、CM やってる、なんだっけな、トレバか。スマホとかね、簡単に、ゲーセンができるってアプリで、もう俺一時期ね、ピーク時、月額7万までね、課金できたんで、それマックスね、課金しよくやってて、スマホ代高くて怒られた時の。その景品とかもね、ワンサが出てきたんでね、ちょっとご紹介したいと思います。これ多分ね、トレバっすかね。一応未開封なんですけど、一応ね、ほぼ、未開封の状態かな、ちょっとわかんないですけど、まあ、軽くね、テープのね、袋で留められてるんで、ちょっとなんですけど、ハローキティブック型ポーチ、AL095 の I00762、これですね、ハローキティ型ブック型ポーチ、本物そっくりな本の形したポーチ、内ポケット収納もついているので、とっても便利で、サイズも大きめだから、私生活や旅行先な、旅行先やさまざまなシーンで、活躍し、活躍間違いなしということでね、ちょっとお待ちくださいね。確かこれ似たようなの、俺開けたよな。はい、すいません、ないというわけで、見本がございません。まだあるから1個開けちゃえ。1個開けちゃいましょうかね、こっちの方が開けやすい。ちょっとね、試しに1個だけ開けてね。まあ、これちょっとね、まあ。いや、ちょっと編集頑張ってるね。元カノにしてあげましょうかね、プレゼントで。とりあえずね、これ外すとね、こんな感じで、まあ、チャックがありまして、開けますと。おお、こんなポーチか。まあ、そんな入らないんですけど、量的には。まあ、お化粧品とかちょこっと、まあ、手帳とか入るぐらいのちっちゃいサイズかな。っていう感じのね、ブック型ポーチになっております。しまらん。なんで紙入んないの？てかもう元カノに開けたのでごめんねって開けましょうか、ね、本当に。このブック型ポーチが1個、2個、3個。何個あんだよ、うち。ほんと、誰だよ、こんなゴミ屋敷にしたのと俺だよ、犯人。すいません。ブック型ポーチが、全部で4個、ございます。一応ね、こちら。ブックカードポーチが、全部で4名様に、プレゼント、続きまして、ブックカードポーチ一応ね4名様にプレゼント、続きましてお持ちタブレットが邪魔だこれ、続きまして本当ねマジで家の中掃除しないと家追い出されるお持ち、続きまして、ラブライブのなんかっすね。ちょっとねすいませんね、箱ちょっとへこんでし、ちょっとね箱ちょっとボコボコへこんじゃってて申し訳ないんですけど、こちら、ラブライブサンシャインビッグホールステッカー全3種。オレンジの子が入ってるんで、多分これですかね、2年生の、なんかステッカー、ちょでっかいね、ビッグホールステッカー、この2年生用がね、多分入ってると思われます。一応ね、ここ、なんか、地下って書いてあるんで、ちょっとすいません、ラブライブのメンバー全くもって把握してないんでね。ああ、失礼しました。一応これが全3種が1枚しか入ってないの。
ちょっと分からずすみません。一応ね、ステッカー、ビッグボールステッカー。ステッカーってそもそもシールの意味か？風邪ひいたかも。一応これが1名様。続きまして、これあれかな、多分あれだな、競馬場の隣のゲーセンだな。何かちょっと分からなくて申し訳ないんですけど、なんかね、ポーチみたいな感じの、ちょっとね、わけわかんないんでね。面白いです。なんかディズニー系の、何かでございます。一応ね、ケースに入ったまま袋のまま開けてないはずなんでね。未開封でちょっと何かわかりません。続きましてこちら。ラブライブサンキュー未熟ドリーマー、高道か。これか。これですね。この子のちっちゃくなったフィギュアですね。こちら。全4種バージョン1。一応ね、多分この子だったのかな。これですね。こっちの、2017年の今回登場、高道家版。これの A がね、1個しかございません。よいしょ。一応ね、こちら、高道家版。こちらが1個でございます。続きまして。では続きましていきたいと思います。サンリオのグデタマかな？グデタマってサンリオだよな。サンリオだ。一応ね、なんかサンリオの、ちゃんとしたロゴが貼ってある、こちら、ソーラーパネルでね、よくあの横とかにカタカタ動くグデタマのゆらゆらソーラー、こちら全2種って書いてあるんですけどね、ちょっと何があるかわかんないですけど、とりあえずね、1個ございます。これで 1,2,3,4,5,6,7,8 名様よくあるなんて。続きまして、これも多分ね、競馬場の隣のゲーセンだと思われます。ちょっと1回これどこ、これは多分あれだ、そうだ、俺これ一回開けちゃったんだ。妖怪ウォッチふみちゃんバージョン。こちらですね。ちょっと待ってくださいね。確かね、ちょっと待ってください。お待たせいたしました。すいません。ちょっと本体がないんでね、試しにちょっと、音鳴らせれなかったんで、ね、ちょっと待ってください。あ、一緒に踏んだ。このふみちゃんバージョンが、1個、2個、3個、4個でございます。これに関しては、他のね、ゲーセン景品、まあ、例えばグデタモのソーラーですと、どこだっけな、ここにね、一応アミューズメント専用商品ってね、書いてあるはずなんですけど、書いてあるんですけど、ちなみに今回のね、このふみちゃんの、妖怪ウォッチの、この時計にはね、一応、アミューズメント専用とは書いてないんで、一応デラックス妖怪ウォッチふみちゃんバージョンっていう感じなんでね、一応株式会社バンダイから出てるらしく、一応アミューズメントとは書かれてないんで、多分ね、ちゃんとしたやつだと思います。一応ね、これが、4つございますんで、4名様。今何分？ 8 分か。じゃあ次行きましょう。やばい、机の置き場がなくなってきた。で、続きまして、これ多分ね、ラゾーナのゲーセンで撮ってきたと思います。スターウォーズじゃね、失礼しました。申し訳ございません。何か分かりません。本当に申し訳ないですけど。こちら、ファンタスティックビアスティッ、なんて書いてあるんですか、ビアスッツアンドトゥファインドゼム。すいません。完全に何か分かりません。あ、これか。ファンタスティックビーストと魔法使いの旅、ペーパートランクケース全一種アミューズメント専用景品となっております。一応ね、こちら、中身がね、こんな感じのケースになってまして、一応ね、こちら、サイズ、かけよ、ボケ。風流、かけ、これ。全一種しか書いてないし。ザ。ちょっとすいません、サイズがわかんないんですけど、あ、ちょっと俺一個あっちにあるわ。ちょっと待ちください、今ね、ちょっとケース取ってきますんで、ちょっとお待ちください。はい、お待たせいたしました。一応ね、これ、あっちのまだ隣の部屋に、ね、まだ2ケースぐらいありますし、一応ね、これ、未開封なんですけど、一応これまだ未開封品です。で、一応これの中身がね、こちらだと思われます。まあ、これ、あれかな、タグに引っ掛けてね、やる台で、取れたのかなと思います。確かラゾーナでね、取った記憶あります。で、一応中身が、ちょっと、危ねえ。失礼しました。中身ちょっと抜いちゃってるんですが、こんな感じで、ね、まあ、結構大きめの、トランクケースっぽいのになっております。まあ、オラコラね、普段、ちょっと模型端に行かせるときとかね、もう結構これ、取っ手がついてるんで、
このままね、結構運びやすいんで。ちょっとね、今回、近場にグリーンマックスのケースしかなかったんで、ちょっとグリーンマックスのケースでね、代用しますが、一応、グリーンマックスのケースですと、あの箱の時しまう。一応ね、横に、こういう風にね、まあ、2、3個入るぐらいの高さになってるんでね。これ結構模型、ちょっと運ぶときはね、重宝します。ただ、キャスコのでかいケースが入るかどうかちょっと忘れちゃったんですけど。これが一応1名様かな？今それしかちょっと手元にないんで。で、その他は、今何分尺？10分53秒。55秒。もう約10分か。とりあえずちょっと今回この辺でね、締めたいと思います。一応ね、ファンタスティックビーストと魔法使いの旅、ペーパートランケースが、1名様。で、妖怪ウォッチの、ふみちゃん用が4名様。でね、これ、一応全部ね、中身は入っております。で、変なね、ディズニー系の、ちょっとね、何かわかんないんですけど、一応ね、これ、なんか英語で書かれちゃってるんでね、理解できません。はい、すいません。すいません。で、これはね、一応1名様。で、ラブライブの、サンシャイン未熟ドリーマー、高見知佳、これがね、一応、1名様。で、グデタマの、ソーラーパネルで動く、これがね、1名様。ソーラー、ゆらゆらソーラーが1名様。ちょっとこれね、箱ちょっとね、ボコボコへこんじゃってるんですけど、ちょっと申し訳ございませんね。ちょっとね、箱へこんじゃってるんですけど、ラブライブサンシャインビッグオールステッカーが1名様。で、ハローキティのブック型ポーチ、こちらがね、一応、4名様。一応ね、4名様っていう感じにね、なりますんで、トータル8、9、10、11、12、13がね、一応ね、トータル、13名様へのね、プレゼント価格はね、これ第3回になります。で、あと20分か。あと20分でね、競馬始まっちゃうんで、もう1本ぐらい撮れたらね、動画撮りまして、競馬始まる前にね、撮影終わらせて、ちょっとね、動画出したいんでね、ちょっとお待ちください。この後すぐにね、第4回の動画もね、これ撮りますんで、ちょっとね、ご期待ください。第4回の方がね、多分、ぬいぐるみかな？ちょっと、ぬいぐるみとかラジコンとか、ちょっとわけわかんないよね、なってしまうんで、ちょっと申し訳ございませんがね、ぜひご期待ください。ではまた、次回のプレゼント企画の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。